ミキさんの剪定講座へようこそ。今までですね、このような内容を説明してきました。前回は剪定ということで通年法を説明しました。今回はですね、その中でも新枝に焦点を当ててですね、説明をしたいと思います。ここでちょっと用語の整理をしたいと思います。アジサイはですね、咲き方で大きく2タイプに、この2タイプに分かれます。ただ、ほとんどのアジサイがですね、こちらのタイプになります。で、こちらというのは、去年できた枝に咲く。こちらは今年できた枝に咲くというタイプです。で、新枝っていうのはですね、春に発生して伸びた枝のことですから、どちらもですね、春に枝ができて伸びますので、新枝というのは両方にあるということです。それで、その春から伸びた枝に花が咲くのが新枝タイプ、タイプ2ということになります。で、去年からですね、伸びた枝に咲くのがこちらのタイプ1、旧枝咲きということになります。旧枝咲きは、前年の夏に来た枝が育ち、秋に花芽ができて、翌年開花する。開花するまでに約1年弱かかるということです。ところで、ここでタイプ1、2としている呼び方はですね、私がここで理解を深めるために仮につけた呼び名ですので、よそでは通用しないということをご注意ください。この2タイプの見分け方なんですが、まず最初にですね、タイプ1、前年枝先、最も多い方のタイプですよね。これをね、説明をしますと、まずこれ、今年伸びた、春から伸びピューと伸びた枝、まあ、新枝ですよね、今年の。それにはですね、咲いてません。それから、旧枝、去年できた枝、去年1回伸びて、もう1回伸びた、先に花がついている方が前年枝先、旧枝先と言います。一方ですね、新枝先、当年枝先で今年伸びた、今年の春から地際からピューッと伸びて花が咲いている、もしくは花がらがついている。こちらもですね、花がついている、まあ、季節によっては花がらになっている。だから、こういう前年枝に花が咲いていて花がらもしくはついているか、新枝には花がついていない、もしくは花がらがついていないというのがこちらのタイプになります。タイプ1の方の新枝というのはどれかというと、この写真で言うとですね、この花のついていないのがいっぱいありますよね。矢印、多くてつけきれませんが、こういう花が咲かなかったのが新枝です。タイプ1、旧枝先のですね、新枝の成長の仕方を見て、剪定の仕方を説明します。まずですね、5月頃だと、芽が小さくてあんまりよく見えない。芽が膨らんでくる。その芽がですね、枝として伸びてきた。その枝の先端に花芽がついた。で、また伸びて、こっから伸びて、花が咲いたというような傾向、ことです。これはね、花の咲かなかったこの新枝もですね、花の咲いた枝も一緒です。ですから、5月であれば輪郭に合わせてどこで切ってもいい。小さくしたければ一番下で切ればいい。芽が膨らんできたら同じように輪郭を見ながら、切ればいい。同じように芽が伸びて枝になってきた。この枝をですね、どっちか残せばいい。両方残してもいいし、輪郭見ながらね。で、ここも一緒。ここで切ってもいいし、ここで切ってもいい。ということで、剪定方法はですね、咲いた枝と咲かなかった枝は同じで結構です。芽と輪郭を見ながら切ってください。新枝にはですね、こういう地際からピューッと伸びる新枝と、古い枝の途中からピューッと伸びた新枝の両方新枝がありますが、これはですね、こちらもですね、どちらも同じ剪定方法で結構です。
では次にタイプ2、当年枝先の剪定、新枝先ですね。これはね、先ほどから申し上げているように春から伸びた新枝に花が咲くタイプです。ノリウツギ、これは日本の北海道から九州、樺太や台湾に自生している種です。それからアメリカノリノキなんつってアナベルで有名なのは北米原産、それと新品種のごく一部がこのタイプ2の木になります。これがノリウツギ、こちらがアナベル、ピンクアナベルがあります。それとこちらのですね、2つがですね、人間がいろいろ工夫して作り出した新品種、エンドレスサマー、サマークラッシュなどがあります。さてタイプ2の切り方ですね、花の大きさや数が調整できます。切り方によって一つはですね、15センチから20センチ残して切る。そうすると花は小ぶりになりますけども数が増えます。一方地際でですね、なるべく地際で切る。そうするとですね、花数は少なくなりますが花の大きさが大きくなります。でこちらのやり方というのはですね、実は販売の生産者もこれを使っています。伸びたら短く切る、伸びたら短く切ってですね、なるべく枝数を増やして花数を増やし売りやすくしています。ではその剪定の時期の説明なんですが、タイプ1の一般の前年枝先はですね、もう何度もお話してますけども、前の辺でね、通年咲きと同じでいいです。いつ切っても結構です。それとタイプ2の当年枝先、新枝先、これはね、一番いいのはですね、落葉期です。1月から3月だけど、この時にお客さんのとこ行くとは限らない。またですね、タイプ1かタイプ2か分かんないこともある。その時はですね、こちらの切り方をして結構です。タイプ1と同様で結構です。さて最後にもう一度新枝に関するまとめをもう一回しましょう。一つ、タイプが分からない時、タイプ1かタイプ2か分からない時はですね、タイプ1の剪定方法で OK、 通年式、つまり、芽がまだ見えないか、ぷっくら膨らんできたか、その芽が枝になったか、花芽が見えるようになったかによってですね、輪郭に合わせて枝を残して切る、芽を残して切ればいいわけです。それからタイプ2と分かった時にはですね、それが落葉時期であれば地際で切る、もうちょっと残してもいいんですけども、いっぺんに切れますし、そうでない時はですね、こちらの方法、1の方法でですね、やっていただいて結構です。どうもお疲れ様でした。これらの情報をですね、順次アップしますので、チャンネル登録の次にベルアイコンで設定しますと、私がアップした情報が皆さんに自動的に届くようになりますので、セットしてみてはいかがでしょうか。それと皆さんの地域の情報や質問をお寄せください。いいねをいただけると励みになりますので、ぜひお願いします。それとアップ済みの動画の再生リストがあります。検索はこちらでお願いします。では次の動画をご期待ください。